皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。自民党総裁選は世論調査で人気の高かった小泉進次郎、元環境省と石破茂元幹事長の一騎打ちと見られていたが、告示後に構図が激変した。高市早苗経済安保省が党員、党友の支持を急速に拡大させているからだ。その勢いに永田町や霞が関の住人たちは、理解不能。 だとパニックに陥っている全3回の第1回「写真石丸現象」の仕掛け人も密かに高市早苗氏をバックアップ選挙プランナー藤川慎之助氏石丸現象と同じ流れ新聞テレビは総裁選の世論調査を大きく報じているが自民党員党友への情勢調査で高市氏が2位読売 NNN につけると自民党内に衝撃が走った。 誰の推薦人でもない自民党の中間派議員が語る。高市さんは安倍晋三、元総理という後ろ盾を失っているから勝てないだろうと推薦人集めにも苦労し、裏金問題を抱える議員を13人も入れて何とか出馬にこぎつけたほど。が、蓋を開けるとネットで爆発的な支持を得ている竹千乃さんが党員、党友の間で勢いを増し、党内は予想外の事態に驚いている。 高市さんを見る目が変わってきた「高市現象」が広がれば「まさか」がありえる高市氏は「日本列島を強く豊かに」をキャッチフレーズに防衛力外交力情報力強化などを掲げた求心の原動力はネットでの圧倒的な支持だ SNS には安倍晋三さんの意思を継ぐのは高市早苗さんだけ など安倍氏の後継者としての高市氏を応援する書き込みがあふれ、中には自民党という政党は応援しない。高市早苗という一人の政治家を応援するという内容も。安倍氏の死後、勢いを失ったと見られていた岩盤保守層の存在感に驚かされる。高市氏の支持がネットから党員、党友へと拡散しているのは、東京都知事選でネットから支持を広げ、 165万票を獲得した石丸慎二、前明高田市長の姿と重なる。石丸現象、のし掛け人の選挙プランナー、藤川慎之助氏も、密かに高市氏をバックアップしていた。私は高市選対に加わって活動しているわけではなく、外からステルスで支援しています。今回の総裁選は確かに石丸現象と同じ流れが出てきた。最初は慎治郎。 石破茂の戦いになると見られていたが、告示後すぐ竹千乃が伸びてきて党員、党友の支持率で進次郎を追い抜いた。私としては終盤に逆転する流れと考えていたが、予想より高市支持の広がりが早い。しかも、総裁選は都知事選と違って2位に入れば決戦投票に進める。保守現実派の論格で作家 ジャーナリストの角田隆章氏は高市氏が岩盤保守層の支持を固めた理由をこう語る。今回の総裁選の最大課題は中国。中国で子どもたちに反日教育が行われ、日本人を神のもとに送れ、と核攻撃を主張する動画まで中国版 SNS には溢れています。また、尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域、EEZ ・内 2V を設置し、 中国空空軍機の領空審判もあったしかし、岸田政権は部位の撤去もしないし、領空侵犯についても外務省の局長が中国大使館の行使に懸念を伝えただけ。だが、高市氏は閣僚ながら、局長から行使への抗議だけで終えて良い話ではない。総理、外務大臣、防衛大臣から厳重抗議し、再発防止を約束させなければならないと求めた。 総裁候補の中で中国と対峙できるのは高市氏だけで他は微中派ばかり加えて高市氏は過剰な権利意識を改める重要性など本来あるべき日本人の姿をしっかりイメージしている総裁選は武智の VS その他の構図我々は高市氏の勢いを分かっていたがマスコミがそこを意図的に無視していただけのことですどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。